한국 유튜브 중에 최초 콘텐츠 온라인 케바쿠라를 소개할게요. 스마케바라는 여러 케바쿠라가 등록되어 있는 사이트에서 넣을게요. 오늘은 미야기현에 있는 리만즈바라는 케바쿠라에서 일하는 레나님과 루이님을 지명했어요. 30만 원 하는 샴페인 하나 주문해보겠습니다. 샴페인 공격? どうもありがとうございます。こちら。まだ、もうちょっと。この辺。はい、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ピアマルシメリア。しおりさんは今日何を飲むんですか？何飲むんですか？はい。そのホロ酔いる、マジックね。次触んなんで。あ、すいません。 더 궁금한 것이 있는데 온라인으로 케바쿠라를 이용하는 손님은 주로 어떤 옷을 입나요? 그러니까ただのラフなシャツみたいな人もいるし、あと本当にもただの私服とか、あとまあスマホ1台あればどこでもできるっていうのもあるんで、もう外出とかで通信するとか、なんだろう、こううちのお店とかでそのオンライン予約とかを入れてくださる方もやっぱ。 その時に私なんかあの、締めをいただいた方がいたんですけど、その方はなんかなんとノルウェーから、へー、英語、めっちゃ、周りから聞こえながらの、オンラインのみでした。 가게에서도 영업하시던데 코로나 대책이 있어요? そうですね。なんだっけ？検温？ はい。 検温と消毒と、あと手洗い。席がこうなんだろう、飛ばし飛ばしみたいな、お客さんの距離があるように。 제가 한국 유튜브 활동하는데 혹시 한국은 온 적이 있으세요? 한국은 3번 行ったことがあるんですけど。 朝のアワビがゆとか、それロンタとか、ああいうの大好き。エナさんは？ケジャンが食べたいです。前も言ってましたね。ケジャンを喋りたい。あ、マレーよ。ケジャン。前、そのレナさんが、パンジャンケジャン食べたいって言ってたんで、この仙台の繁華街にある韓国料理屋さんに行ったんですよ。 なかったんです。なくて、食べれなくて、めっちゃ悔しがってました。超食べたい。すごい食べたいです。あの、ゴム手袋をはめて、めっちゃ食べたいです。やれば、行った方が。ね、早いよね。うん。安くのタイプ、じゃあ、レナさんから。お金持ってる人ですね。間違いない。 間違いないです。あ、そうですか。お金持ってる人です。 돈이 많은 거랑 다른 조건이 있어요? お金持ってる人って、キャバクラに使うっていう人もいれば、違うところに使うとこ、人もいるじゃないですか。ね、お金持ってても、確かに。ね、キャバクラで使う人だけじゃないし、違うことに使うことが多いから、 ちょっとそこは難しいところですね。キャバクラに使ってくれるお金持ちの人。それです。我々はキャバクラの人なんで、やっぱキャバクラでお金を使ってくるって金払いの人が一番いいです。最悪。お店潰れるかな？大丈夫かな？いい男。 어떤 손님이면 좋은 손님이라고 느끼나요? 우리 손님 괜찮다고 생각하는 そういうの得意分野じゃない？いいお客さんって言うんですか？細かくいろいろあるんですけど、ペペペと誘ってこない。
LINE とかそういう連絡に対してしつこくない。あああるあるね。あるあるですよね。うん、あと、同伴とかのシステムとかが詳しくって、うん、こうお店何時まで出勤しなきゃいけないんだよみたいなことを言ったら、その10分だけフォローぐらいしてくれる人がいる。はいはいはい。最高最高。5分じゃダメです。楽だね。はい。楽だ。ムミヌン、オトンスタイルスマーシュな。やっぱもう中身から入るよね。やっぱ、ね。あ、まあそうですね。ね。はい、うん。届いてこなくて、普通に大金払ってくれる人ってちょっとこう、キュンとくるみたいな。うん。レナさん的には見た目にも勝るものがあるらしい。うん、そうですね。うん。女の子と一回最初に、1回目の韓国旅行の時一緒に行ったんですね。やっぱその、もともと韓国の方なので、うん、いろいろ言葉も喋れるし、ディープなところを連れてってもらってたんですよ。うん、で、何か路上とかで屋台とかも出たりするじゃないですか。うん、で、あそこで飲んで、もう現地のその男性の方たちと、おじさまたちとかが、もう屋台とか、ガンガンもう、こんな継がれて、へぇー。なんか一気に。そんなんです。そんな思い出もあります。ほくし、あ、かげ、ハンドクルーにいんなよ。マッコリとか、そういうのはないんですけど、あの、そのマッコスモトルのあれは。チン、なんだっけ。大韓民国のやつだよね。なんかあの、お店に置いてあるお客様が飲み放題みたいな感じでフリーで飲める。ハウスボトル。ハウスボトルがあるんですけど、それがなんかの、ビダンっていう。ビダン。ですよね。え、じゃあ、韓国じゃないのかな。でもなんか裏に韓国って書いてるんですよ。大韓民国って書いてるね。韓国焼酎っていう。うん、お願いします。ビダン持ってきてもらっていいですか。ちょっとそのボトルを。お見せします。お見せします。多分日本限定かもしれない。日本限定なのかな、うん、でも色合いとかも、ラベルとかはもうまるで人狼とか、うんうん、ああいう感じと同じような。そう、こうなんな感じです。え、ね、あ、ご用意。さっき、韓国焼酎って書いてます。見えますか？あ、朝日らこそういうの。この辺に。確か？そうですね。あ、そっか。ん？飲み方がすごい。うん。いきなり入るの飲む。それもです。今はそうネット系とか何にしても流行るのって日本よりも韓国の方が流行るのって多くないですか、ね、人気が出る感じ。あ、そうなんだ。なんか、食べ物とかもそうじゃないですか。やっぱ、逆に意味じゃないですけど、韓国で流行ったものが日本に来るとか、インスタ映えする系ってやっぱ、韓国の方が多い。はーい。ごちそうさまでーす。スマキャバーね。インターネットで予約가능해요。해외에서쓸수있는신용카드로결제할수있어요。일본어가능하신분놀러가보세요。그리고촬영에협조해주셨던리만즈바스마캐바정말감사합니다。이채널은한일문화차이를소개하거나일본인이한국문화를본받는듯다양한콘텐츠를소개하는채널이에요구독자수가많을수록유튜버로서가능성이넓어지니까구독은귀찮아도해주시면저에게큰힘이돼요감사합니다그리고매주토요일은유튜브라이브도해요구독버튼옆에있는벨버튼을누르시고알림도받으세요